加藤勝明です。こんばんは、ういちゃんがやってる、音紡ぎ、あと1週間になりました。今回はぐるぐる楽団の練習風景を僕の目でレポートします。ゆっくりじっくり見てやってください。それではどうぞ。まあ、手作りがやっぱりそう、ピスタチオで、あ、ピスタチオチョコできれば、マリさんも音出さずに鍵盤カチャ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 あ、ほんまシェフだ、8やで、8、2人で8やったら短すぎるわ、うん、やけど終わってから、私が金ある8、あ、そう、そういうことかどうしよう、ほんならタマリーのこの、あ、開けてみた、あ、あったか、でも、こんな時にでも仲間が最後はいいけど、なんか音がずーっと沈みすぎるなぁ思ってちょっと高い方にしていただく途中からだから僕は歌っているよ、小さい頃そういう意味で1月生まれ頑固なのかわからへんな、ちょっとずつ申しんやからな、もう操縦不可能な水がめだよ、そうやね、一緒やで、誰が、私、あ、そうなの、でも犬年やな、気が全然、え、舞台え、嘘やん、舞台ねえ、舞台じゃったそれえ、浜ちゃん、犬知ってある？もう一つ上やろ？鳥、バタバタ鳥、あ、鳥な、うん、鳥ってな、むちゃくちゃネズミ弱いね、弱いねなんか、ガテガテいかなかったような弾き方に聞こえたけど、そうそう、クロマチックあすいません、すいません、ね、られてて、やられた、移動ししとる、もうちょっと早い、もっと早い、はい、この前、この手前98やって、この前、あ、98、言うけどな、あ、それは1番終わってピアノ